靖国神社優秀館優秀館は、靖国神社境内に併設された同社の祭神ゆかりの資料を集めた宝物館。幕末維新期の動乱から大東亜戦争に至る戦没者、国事巡覧者を祭人とする靖国神社の施設として、戦没者や軍事関係の資料を収蔵、展示している。 1882年に開館した日本における最初で最古の軍事博物館。優秀館という名称は、巡視官学編の古君子必ず、基礎名、言う必ず、おさむし、ゆえんぼじゃ、壁時金中世なりに、君子はいるに必ず里を選び、遊ぶに必ず死につくは、じゃ、壁を防ぎ中世に近づくゆえんなりによる。優秀館に関連した議論については、 安国神社問題を参照明治期の優秀館、安国神社の祭神の礼を慰め、その徳を称するため絵窓を兼ねて、祭神の遺物を陳列するところとし、1878年に陸軍教、山形有友その他の首相によって、西南戦争の際に建納された家族の十平金の一部で建築に着手した。1882年、 幕末維新の新政府軍戦没者ゆかりの品を展示する目的で開館。日清戦争や日露戦争を経て1910年には明治天皇の直令武器の遠隔落ちる壁物件を収集保存し軍事上の参考にともする書都市が発布された。第一次世界大戦を経て展示資料は増加し、施設も蓄次増築されたが1923年の 関東大震災で損壊。翌年に仮館を建設し、1932年に再建された。シナ事変とその後の第二次世界大戦の戦時中は、陸軍省の貸し出しで、戦地で旅客した国民革命軍や連合軍の兵器の展示も行われた。第二次大戦後は、敗戦により優秀官令が廃止され閉館。国家補助を打ち切られた靖国神社は、 優秀館の修理を条件に建物及び周囲の土地の対応を表明。1947年11月に社屋を連合国軍最高司令官総司令部に接種された不国生命保険と月額5万円で賃貸契約が結ばれ、同性保会社の九段本社として使用された。1961年に優秀館に隣接する 安国会館の一部を宝物遺品館として再開した。1980年に不国生命保険が立ちのくにあたり、当時の社長が安国神社の経済的休場を在会有力者に訴えた。これを契機に安国神社法参会が発足。1985年7月13日に施設の改修が終わり、優秀館として再開。その後、 建物の老朽化と展示スペースの不足から、創立百三十年記念事業の一環として、本館改修と新館増築の工事が行われた。その際、野外の展示資料も館内に収納展示され、二千二年七月十三日に再公開した。入場無料の一階玄関ホールでは、第三十二軍直轄の最大長射程化法部隊として、沖縄戦を2ヶ月以上にわたり、 戦った独立重砲兵第1 0大隊所属の89式15センチメートルカノン砲、同じく沖縄戦を戦い連合軍総指揮官サイモン・ビー・バックナージュニア中将を戦死させるなど、大戦果を挙げた野戦重砲兵第1連隊所属の96式15センチメートル縦断砲、零式艦上戦闘機52型のほか、対戦中に対面鉄道において、 鉄道連帯商兵の手によって運用されていた C5631 号蒸気機関車などを展示。玄関ホール内での展示物の撮影は可能。玄関ホールからエスカレーターで2回展示室へ進む。ここからは有料エリアである。時系列順に古代、近世、明治維新、母親戦争、西南戦争、日清戦争、義和団の乱、日露戦争、第一次世界大戦。 満州事変、品事変、大東亜戦争関連の詩。二階展示室では、刀剣類や甲冑、古式銃、母神戦争時に官軍が用いた禁忌などを展示している。同階には、一般の展示室とは異なる特別陳列室があり、大元帥たる天皇の菓子品や肖像のほか、天皇、皇族が着用した軍装、 終戦時の笹具や記命令による処分を免れた朝日旗部分や菊家門の関東など、ほぼ完全な形で現存する唯一の陸軍の軍機、禁止勲章等を展示。映像ホールがあり、最人や近現代日本に関する記録映画を上映。映像資料のビデオや DVD は非売品だが、制作した英霊に応える会の会員になると、君に巡り会いたいと。 私たちは忘れないの日本の反復が受けられる。一回では大展示室に限り撮影が可能である。大東は戦争末期のサイパンの戦いに従軍し、同等で発見された戦車第1級連隊所属の97式中戦車、地波、本土防空戦に従軍し、戦後に埼玉県で発見された飛行第18戦隊所属の五式戦闘機の残骸部品。 栗林忠道陸軍大将霊下の第109師団噴進砲中隊に所属し、王党の戦いで使用された4式20センチメートル噴進砲、ヤップ島で発見された、艦上爆撃機彗星、海軍の特攻兵器である回転の実物、王家のレプリカ、戦艦道の区の複砲及び砲弾、40口径3年式8センチメートル高角砲、41式三砲、 88式7センチメートルや先行射九96式25ミリメートル広角機銃、九92式重機関銃がある。また、成功な軍艦模型等のほか、戦後行われた戦没者遺骨収集の際に、戦績で回収された遺品類、戦没者の衣装を展示。順路最後のコーナー、靖国の神々では、 祭人となった戦没者の写真や肖像画の一部を展示している。上記の付帯施設は1階玄関ホールと直結しているため入場無料で利用できる。開館時間午前9時午後4時30分、三玉祭り期間中は午後9時まで、夜間開館入館は閉館30分前まで館内の撮影は1階玄関ホール、及び来店自室以外は原則禁止。また、退館時刻も、 原種のこと。配管料大人1000円大学生、高校生500円小学生、中学生300円安国神社、数形法送会会員は、無料障害者手帳保持者は、入場無料ならびしゆる、倉には丸着物角張りたる物色のの形状はあるが、いずれも陰気な灰色をして、前世紀の記念を英語に伝えんと誓えるごとく見える。 九段の優秀感を石で作って二三十並べて、そうして、それを、虫目鏡で、狙いだらあるいはこの、塔に似たものは、出来上がりはしまいかと考えた。私は歴史をこぼしへ、スタビに、優秀感を思うことを禁じ得ない。過去の廊下には薄暗い中に様の正義が、陳列してある。私はそういう武器を見ながら、幾多の戦いを想像し、おのずから心器の高まることがある。 しかしまだ幸か不幸か、私自身その武器の一つを取りたいと思った記憶はない。優秀感をテーマにした短編小説。ただし、内容は夢物語的であり、現実の優秀感を描いているわけではない。ありがとうございます。